近代地公介悪霊島、悪霊島は、横溝正史の長編推理小説。近代地公介シリーズの一つ。野生時代に百9 7 9年から1980年まで連載された。本作を原作として、2014年3月までに映画一本、テレビドラマ二作品が制作されている。1967年。近代地公介は、 瀬戸内海に浮かぶ、行部島にレジャーランド開発計画を持ち込んでいる、島出身の奥万長者、オッチ流兵の依頼を受けて人探しをするため、島がある岡山県にやってきていた。しかし、探していた男は、海で瀕死の状態となって発見される。近代地は友人である岡山県警の磯川警部から、男の最後の言葉を録音したテープを聞かされる。そこには、 あの島には、恐ろしい悪霊が取り付いている。腰と腰がくっついた双子、縫えのなく夜は気をつけろ、という不気味なダイイングメッセージが録音されていた。1980年書刊、横溝正史による最後の長編小説作品で、昭和40年代の瀬戸内を舞台にした、連続殺人事件を追う近代地公介の活躍を描く。近代地シリーズとしても、最後のリリースであり。 また、岡山編の最後の作品でもある。岡山県警の磯川警部が活躍を見せるほか、磯川の過去の掘り込みもなされている。舞台の行部島は、作中の解説によると、下津井及び水島の付近にあり、鷲葉山山頂の展望台から見下ろせる場所にある。1981年10月3日に公開された、角川映画、監督は、篠田正宏。 原作発表から、直ちに映像化された作品。原作発表の年に発生したジョンレノン暗殺のニュースを本編に織り込むという方針から、物語のキーマン、三木五郎が、1980年の現在から、本編で描かれた、行部島事件のあった約10年前の1969年を改装するという形式に変更されている。本作完成直後に、 横溝正史が制御し、結果的にこの、弔い法が逆に集客に一役買った。挿入下に、ビートルズの、レッド・イット・ビー、同じく、ゲット・バックを使用し作品に強い印象を残していた。1980年代の TV 放送時と、東芝 EMI から発売された、ビデオソフトは公開当時のオリジナル版だったが、後年これら楽曲の使用権が切れたため、TV 放映。 ソフト発売はされず、長らく幻の作品となっていた。2004年に、ようやく DVD が発売されたものの楽曲部分は、別歌手によるカバー版に変更されており、近年の CS 等でのテレビ放映においても、その変更版が放映されている。公開時キャッチコピーは、ぬえのなく夜は恐ろしい。原作では、岡山県にあるとされている、行部島が、広島県となっており、 原作の下追吹き上げに相当する、本土側の港は、竹田、真穂と片穂の姉妹が預けられている倉敷と玉島の県武神社は、尾道と広島で、磯川警部の所属も広島県警に変更されている。関連して、友恵には、双子の姉、吹雪があり、友恵とは、別れて、広島近郊で育てられていたのを戦後に引き取ったことになっているが、実際には、 原爆で死亡したと推定されることが終盤で明らかになる。ともえが一見すると皇后しいが実は性的に無軌道という二面性は原作通りだが恋人と引き裂かれたショックで発症した二重人格という形でそれを明確化しており、無軌道の方の人格を表向きは不雪ということにしたという設定になっている。瀬尾兄弟は 初暮島ではなく何度か行部島に来ていて、火事の直前にも父、松若の痕跡を求めて、廃電付近を探っていたところ、ともえの犯行を目撃して、事後共犯となった直後の密月に遭遇し、双方が供述を躊躇する。また、誠が片方と恋仲になっており、現場を目撃したともえが嫉妬で吹雪の人格になり、片方を殺害した。片方が島を抜け出す。 具体的な計画を立てていた設定はない。なお、松若の失踪は19年前ではなく5年前であり、誠が幼児の記憶で戦場時期という地名を覚えていた設定はない。行部大前が事件に積極的に関与していた設定に変更されている。三木と荒木に目撃された美の笠の人物は大前で片方の遺体を温房国へ移動させた。 警察が、三木の証言で、主衛殺害犯を吹雪と判断し連行しようとした際には、吉太郎に吹雪の紛争をさせて断崖から転落死したように装った。しかし、その後も友枝に吹雪の人格が現れてしまい、その現場を魔法に目撃されて虐殺しようとする。その直後、ヌエの泣き声で、隆兵が友枝を呼び出し連れ去る。近代地は、 マホの手当を磯川に任せて、大前の足跡を追い、グレンドに行き着く。ともえと、龍平もグレンドにいたり、吉太郎も追ってくる。吉太郎が太郎丸と、次郎丸の死骸を打ったことから、状況は急展開し、ともえは奈落に転落して、行方不明となり、暗闇の中で近大地と誤って、吉太郎を刺した大前は、吉太郎の銃で自殺する。結末の詳細や、 それに関わる権威が、以上のように大幅に変更されているとは、おおむね、原作通りの流れであるが、簡略化が目的と思われる以下のような変更が多々、ある。横溝静止シリーズ、悪霊島は、フジテレビ系列の2時間ドラマ、金曜ドラマシアターで1991年10月4日に放送された。ストーリーの大きな流れは、原作通りだが、主々の改変がある。名探偵、 近代地公介シリーズ、悪霊島は TBS 系列の2時間ドラマ、月曜ドラマスペシャルで1999年3月8日に放送された。原作の構成要素の多くを継承しているが、ストーリーは大幅に再構成されており、名字や属性が変更されている登場人物も多い。ありがとうございます。